2023年3月期決算説明を始めさせていただきます、えー。アップガレージグループ代表取締役社長の河野照彦と申します。えー、この4月1日より社長になることになりまして、えー、ここから一気に成長を加速させ、そしてお客様に喜んでいただける会社をですね、会社になっていくべく努力していければというふうに思っております。えー、ぜひともよろしくお願いいたします。 それでは2023年3月期業績サマリーから説明させていただきます。売上高113億5500万円。前期比プラス7.8%。計画比100.4% 100.。営業利益 8, 8億4600万円。前期比プラス22.9%。計画比105.7%。 当期準利益に関しましては、前期比プラス35.5% 35.、計画比115.8%となりました。前期比7.8%の増収、そして22.9%の営業増益となりまして、計画を、計画に対して上振れる着地となりました。 新品価格が上昇する中、我々がメインで置いている中古カー用品、バイク用品の需要拡大により、過去最高の売上高、そして営業利益を達成することができました。また、アップガレージの出店に関しては、直営店で5店舗、FC 店で9店舗と、年間の出店計画をしっかりと達成することもできました。期末配当予想に関しましても、分割前で63円に、 この度、再度、情報修正させていただきます。連結の業績になります。売上高、過去最高を更新し、そして営業利益に関しましても、過去最高を更新することができました。営業利益率も、前期比でプラス1%と、上昇することを、上昇しまして、7.5%となりました。 リユースの売上に関しましては7%の増収そして流通卸業態に関しては8.6%の増収と増収効果が効果によりそしてまた経営効率の向上により大幅に増益することができました、えー、半間比率に関しましては前期比で1.2%のマイナスとなり33.5%に減少することができました あの、非常に業務効率の改善というのがですね、こ、え、う、ー、そうした形になっております、えー。営業利益の増減分析に関しては、こちらのスライドをご参照ください。えー、売上構成、分類構成に関しましては、えー、リユースと流、えー、通卸の売上の2本柱になっております。リユース業態に関しましては、リアル店舗であるアップガレージ、 そして、クルーバー、EC サイトですね、クルーバーというサイトを運営しております。そして、流通卸業態としては、リアル店舗、そして、タイヤの卸をしているタイヤ流通センター、それと、えぇ、卸サイトである、ネクスリンクというのを運営しております。また、新規事業である自動車業界に特化した人材紹介である、ブンブンジョブというのが、今後の柱になっていくべく、今、努力をしているところになります。 まず、リユース業態の売上構成についてご説明させていただきます。リユース業態は、店舗の運営、そしてフランチャイズ本部をやっておりますので、フランチャイズ本部としての売上そして EC サイトで商品を販売しますので、EC 手数料、ウェブ広告費、そして海外にも EC サイト、越境 EC をしておりますので、そちらの売上という形になっております。 新品の値上げですとか、あと物価高というのがありましたので、リユース業態への需要が非常に高まったことにより、好調に推移することができました。直営店、FC 店ともに好調に推移することができております。直営店の売上高に関しましては、年間を通して好調に推移し、コロナ禍においても右肩上がりに成長を継続することができました。特に中古の 買い取りを強化、買い取り販売を強化したことによって、売上高、売上総利益率、そして客単価の向上がすることができました。この中において、特に取り組んだ直営既存店への改善ですね、こちらがこうそうしまして、売上高総利益率。 客単価向上により、今期はさらに新規出店も好調に推移できたことにより、年間出店計画は計画通りの5店舗を達成することができました。続きまして、フランチャイズ店に関してです。FC 店の新規出店、売上高増加によって、ロイヤリティ加盟金収入が増加することができました。 FC 店の通期出店計画も9店舗を達成することができました。EC サイトに関しましても、アクセス PV 数が非常に好調に推移したことによって、取扱い高が増加したことにより、手数料収入が増えることになりました。 アップガレージにおける EC 販売比率に関しましては22.8%と、前期よりも少し上がってはいるんですが、我々の目標においている数値に推移することができております。次に流通卸し業態に関してです。新品タイヤの出荷本数に関しましては過去最高を更新することができました。タイヤホイールの取扱い高は作対比117%。 用品の取扱高は削体101%の増加と、特にタイヤホイールが非常に好調に推移することができました。流通卸業態の売上高は8.6%の増収。特に年間2回のタイヤ価格の値上げ、メーカーのタイヤ価格の値上げがあったものの、取扱高は通期を通して順調に推移することができました。新規加盟に関しても15店舗、新規加盟が、新規出店がすることができました。 えー、こちらのページは、えー、弊社会社別売上分類一覧になっております、えー、ご参照いただければというふうに思います、えー、組織再編および称号変更についてになります2023年4月1日組織再編および称号変更により、えー、株式会社アップガレージグループとして新たにスタートすることになりました、えー、今まで上場企業であった持ち株会社クルーバーをもとに アップガレージとネクサスジャパンを吸収合併することにより、えー、アップガレージグループとしてスタートすることになっております。えー、続きまして、中長期の戦略に成長戦略についてです。まず、リユース業態に関しましては、国内において毎年直営店で3から5店舗、フランチャイズ店で 7, 7から10店舗の新規出店を行っておりいきます。 メインブランドであるアップガレージを将来的には総店舗数300店舗まで増やしたいというふうに思っております。また、アメリカ合衆国におけるリアル店舗を展開を目指していきたいと思います。今期中に USA に1号店を出店を計画しております。次に流通卸業態に関してあります。タイヤ流通センターの出店を毎年30店舗の新規出店をしていきたいと。 いうふうに考えております。また、ネクスリンクの、えー、導入企業を拡大していきたいというふうに考えております。えー、新業態の開始、育成に関しては、えー、昨年始めました自転車の買い取り販売のショップであるアップガレージサイクルズを、えー、出店を加速させていく。そして、えー、今,今年の3月にオープンしました、えー、カスタムカー専門の買い取り販売をするアップガレージカーズ をですね、えー、しっかりと軌道に乗せていく。えー、そして人的資本への投資を、えー、さらに進めることによって将来成長するためのですね、えー、人的基盤を強化していきたいというふうに思っております。そして連結の営業利益率を早期に10%を達成したいというふうに考えております。 事業の拡大と DX、経営効率向上を図ることによって早期に達成できればというふうに思っております。こちらは現在のマップになっております。ここから組織再編をしてから、流通卸業で一気に拡大、そして新規事業を上乗せさせていくことでトップラインを伸ばしていきたいというふうに考えております。 続きまして、2024年3月期業績予想になります。前期費10%増収、そして営業利益率18%増益の、売上高で125億、そして営業利益で10億、当期準利益で5億8千万というのをですね、目指して頑張っていきます。業績予想の前提となる KPI はこちらになります。ご参照いただければと思います。 で、今期の、えー、重点施策になります。まず、出店計画としては、直営店5店舗、FC 店10店舗、そして、えー、自転車のサイクル図5店舗を、えー、考えております、えー。既存店の活性化をさらに図っていくこと、そして EC 事業の拡大を図っていくことを、えー、行います。そして、売上高、売上総利益率の向上を図るべく、えー、売上の、えー、拡大、 だけはもちろんのこと、買い取り販売価格の適正化をさらなる追求をし、そして、やはり我々価格を決定できるマーケットリーダーとしてのマーケティング強化を推進し、利益率高い商品販売、サービス、商品の販売強化を行っていくことによって達成したいというふうに思っております。また、顧客層の拡大とリユース業態の新たな収益の柱を、えー 目指し新業態であるサイクルズとカーズをですね力を入れていきたいというふうに思っておりますまた海外展開も開始しております新業態であるアップガレージサイクルズについてご説明させていただきますアップガレージサイクルズは中古の自転車の買い取り販売をするショップになっているんですが マーケットとしては、カー用品の中古のカー用品の市場とほぼ同等ぐらいの市場があるという中で、国内におけるメインプレーヤーが不在であるというふうに考えております。我々が20年間培ってきたカー用品、バイク用品でのノウハウ、店舗運営のノウハウ、在庫管理のノウハウ、そういったものを横展開することによって、早期にマーケットリーダーを目指していきたいというふうに考えております。 え続きまして、えー、アップガレージカーズになります。こちらは中古のカスタムカーの販売を行う、えー、ショップになっております。えー、なかなか改造された車ですとか、えー、そういったものというのは、えー、なかなか中古車、デ、え、ィ、ー、ーラーさんから敬遠されたりとか、えー、価格がなかなかつかないものになっております。ただ、我々にとっては、一点一点ついているパーツは非常に価値のあるものであり、 え、店頭に並べれば、非常に良い在庫になっております。ですので、そういったものを一点一点に価格をつけながら、車体価格にプラスすることによって、ユーザーの方々にご満足いただける買い取り価格を提示させていただき、買い取りさせていただき、そして、我々アップガレージの中で、中古車を作っていきな、中古車にパーツをつけていきながら、 そういったものを販売することにより、買い取りと販売を行っていきたいというふうに考えております。続きまして海外展開になります。こちらはカリフォルニア州に USA1 号店を今期中に出店したいというふうに思っております。そして2025年3月期中に黒字化を目指して、 行動していきたいというふうに思っております。こちらのメインターゲットは日本社が好きな、そしてカスタムが好きな方々を特にターゲットにしながら、そういった商品をラインナップすることでユーザーを開拓していきたいというふうに考えております。次にシステム DX オムニチャンネルについてです。 システム開発 DX 化を促進し店舗 EC ウェブサイト顧客をつなぐ OMO 戦略の拡大を目指してまいりますマーケティングですとかシステムの開発するプログラマーを社内に抱えることによりよりスピードを増しながらそしてまた AB テストを繰り返しながらどうユーザーの方々に利便性の高いそして店舗スタッフにとって働きやすい業務効率 向上につながるようなシステムを作れるか、そういったところにどんどんチャレンジしていきたいというふうに考えております。続きまして、人的支援への取り組みになります。弊社の従業員のエンゲージメントと人的支援への取り組みをさらに強化をしていきたいというふうに思っております。2年連続で正社員の給料のベースアップを実施しております。2023年4月に賃上げ率5.5%。 そして昨年2022年4月には賃上げ率4.6%と2年連続でベースアップができました。これをさらに毎年できるようにですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。また、給与制度の改革を行っております。エリア制やフレックス制の導入により、従業員にとって働きやすい、そして柔軟な働き方のできる環境を築いていきたいというふうに思っております。 また、福利厚生制度の改革を行っております。有給とは別に、イベント休暇ですとか、リスキリングの、促進、そして健康促進手当の新設など、行うことにより、従業員の方々へのエンゲージメントを強化していきたいというふうに考えております。2024年3月期の配当予想についてです。 来期配当予想は上場から3年、3期連続の増配を見込み、22円の予想とさせていただきます。こちらは引き続き配当成功30%を目標に継続的に株主還元を行う方針になっております。はい、新規出店に関しては、前期計画のアップガレージ直営店で5店舗、FC 店で9店舗の出店が完了しました。 下に書いてあるように、今期も非常に計画通り前倒しで進んでおりますので、ご期待いただければというふうに思っております。タイヤ流通センターに関しても、15店舗の出店ができましたが、今期は30店舗を目指して頑張っていければと思っております。戦略になります、EC、サイトで商品を購入した 購入からご指定の店舗において、引き取り、取り付け予約、そういったことを行うことだったり、AC サイト上でワンストップで可能になる OMO 戦略を開始することにより、取り付けサービスが非常に今伸びております。引き続きこちらも力を入れてまいります。 買取に関してです。リユース業態における肝は、この買取になっております。こちらを強化することにより、前期比114.5%となり、点数、そして単価とも上昇することができました。こちらはさらなる強化を図っていくことで、より店舗に良い在庫を置けるようにしていきたいというふうに考えております。 そして将来の事業の柱になっていただける、なってくれるであろう事業として人材紹介ビジネスを行っております。こちらを切り口にですね、いろいろなビジネスを提供できるような体制をとっていきたいというふうに思っております。また、コロナ禍も落ち着きまして入国規制が緩和されたことにより免税売上げ、 えー、免税客数は、えー、過去最高を更新しておりますが、こちらも引き続き強化を図っていき、えー、海外のお客様の、えー、ニーズにも応えていけるようにしていきたいというふうに考えております。えー、こちらは月次の推移になります。えー、新規出店を着実に進めながら、 えー、既存点を大切に、既存点の、えー、業務効率を上げていきながら、えー、順調に成長することができております。これを引き続き継続させていきたいというふうに思っております。以上をもちまして20、2023年3月期決算説明を終了させていただきます。えー、ご清聴ありがとうございました。